この派遣費に関わる課題感みたいなところをちょっと聞こうかなと思っているんですけど、まあ、年に強い時はもう 3,4 回行ってたんですけれども、うん、それが大体1回 5,6 万、5,6 万家庭環境に差があってそういう経験ができないっていうのが、うん、私としてはやっぱり、うん、いいことではないっていうのを思っているので、うん、部活動の派遣費問題を考える円卓会議、おととしから始まり10回目を迎えます。会を開く未来ファンド沖縄は2020年度から今年度までこの派遣費を支援するモデル事業を行い、その実態を調査してきました。もちろんそれぞれの家計の状況によって、派遣に行けない子がいるっていうことの想像は当然できていたと思いますけど、その背景に実は表に出てない諦めがたくさんあるというところが分かってきて、未来ファンド沖縄は10年以上出入金が確認できない休眠預金を原資にしたり基金を創設したりすることで派遣費の負担軽減に取り組んでいます。八重山地域を対象とする株式会社ハブクリエイトや豊見城市体育協会、県サッカー協会の3団体を通じて昨年度は47大会に出場した638人に支援を行いました。支援を受けた人たちの一人当たりの旅費は6万5,000円余り。行政補助や地域の負担があっても家計の負担は5万円以上ありましたが、休眠預金や基金の活用で家計負担は2万3,000円余りにまで減少しました。その中で聞こえてきたのは派遣費に悩んできた切実な声です。中学時代、派遣費にはお年玉やお小遣いを使用していた。お金の問題で行けない世帯が出た時の生徒たちの精神的な負担を考えると苦しい。派遣費負担が大きく休部する家庭もあった。部活に入る前に諦めることがある。強い部活ほど親もできたら入るなオーラを出していると感じる。地域の代表とかあるいは県の代表になるっていった時に、どうしてもその家計の状況によってはやっぱ辞退をするっていうことがあります。予選を突破して本島に行ける切符も持っているけど今年は弱いからやめようとかっていうことも実際エピソードとしてあったりする。生まれた場所とか家計の状況とか種目とかによってその権利が剥奪されるべきではないっていうふうに、まずそこに立脚をしていかないとこの問題ってなかなか解決しないなと。メンバー入ってる選手は平均すると大体半分ぐらいは行政の補助あったりするんですけど、もう入ってない子は本当にもう丸々自腹というか、そういうようなそういうのもあって、やっぱり今回の円卓会議に監督と選手が参加したサッカークラブカーサ沖縄。クラブは15歳以下の九州大会の出場権を勝ち取り、7月福岡での試合に臨みました。小学5年からクラブでプレーするも登録メンバーに選ばれなかった中学3年の佐久間春人さんは、お金もかかるし、そうですね、で親にも多分迷惑かけると思うんですけど、うん、で自分は結局行くか行かないか、うん、本当最後の最後まで迷って、うん、しかし未来ファンドの支援によって九州大会に帯同、チームも九州3位を勝ち取りました。協調性がすごくて、いろいろアドバイスをやっている場面がすごくなんか自分の中では頭に残っていて、
行く前と比べてその人に物言うってことがサッカーをする上でする中で、うん、もう大切なことの一つなのかなと思いました。続けますと思ってます。単純に言ったら好きなことなんですけど、その中でもっと九州に行くことでサッカーについてもっと深く、もっと今よりも知っていきない、いきたいなと思いましたし、さまざまな大会を経験することはその視野を広げ、子どもたちの新たな可能性を導き出します。その機会の目を積むことがないように、支援のあり方について模索が続いています。いやー、なんか考えさせられますね。本当にこう部活をやりたいとか大会に出たいと思っても、はい、金銭的な問題が足かせになってしまうというのは、はい、なんか身近な問題ですけど、これまであまり注目されてこなかったのかなという気もしますね、はい、実は競技の格差だったり、そして地域の格差もある問題なんですよね、うん、離島はより深刻と言われていますし、はい、地域や県の選抜に入れる選手でも経済状態を理由に子どもに知らされないままその選抜から外れるという事例もあるようなんですよ ね、 継続的な支援がもう本当に求められることだと思うんですが、未来ファンド沖縄の事業が今年度で最後だと、はい、ただこの支援継続の方法をこう模索しているということで、未来ファンド沖縄の平副代表理事はこんな提案をしています。寄付控除など税制優遇のある基金の創設、そして特に離島に関してはもう県の施策が必要なのではないか、うん、そしてふるさと納税を活用する手もあるのではないかとおっしゃっていました。子どもたちにいろんな経験を、ね、提供していくためにも今さまざまな知恵を出し合う必要があるように思います。今日のスポーツの未来は以上です。